緊急地震速報です。地震です。強い揺れに警戒してください。地震です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。地震です。地震です。大地震です。怪我をしないように身を守ってください。緊急倒れやすい家具などからは離れてください。緊急地震速報が出ました。上から落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。地震です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報、続報です。新たに、佐賀県、広島県、島根県、徳島県、香川県、岡山県、鳥取県が追加されました。緊急地震速報です。九州、四国、中国地方では、強い揺れに警戒してください。上から落ちてくるものや倒れてくるものから、身を守ってください。テーブルや机の下に隠れてください。緊急地震速報が九州地方、四国地方、中国地方に出ています。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。地震です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報、続報が発表されました。九州地方、四国地方、中国地方、近畿地方、三重県、福井県、愛知県では強い揺れに警戒してください。NHK の各情報局からの情報によりますと、午後0時ごろ、九州地方で揺れを感じました。宮崎県、高知県、愛媛県で震度7。宮崎県、高知県、愛媛県で震度7。徳島県、香川県でも震度7を観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、落ち着いて行動してください。広い範囲で震度7が観測されています。震度7は、東日本大震災や、阪神・淡路大震災、熊本地震で観測された激しい地震です。住宅やビルが傾いたり、倒壊したりする恐れがあります。周りの人と声を掛け合って、避難などをするようにしてください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。新たに静岡県、岐阜県、石川県が追加されました。津波です。津波です。津波です。大津波警報が発表されました。大津波警報が出ました。地震速報です。強い揺れに警戒してください。地震です。高台に緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。皆さんにお伝えします。今すぐ逃げてください。東日本大震災を思い出してください。命を守るために一刻も早く逃げてください。神奈川県、伊豆諸島、甲信地方、北陸地方では強い揺れに警戒してください。怪我をしないように身を守ってください。海岸付近の午後0時ごろ、日向灘で強い地震が発生しました。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。地震です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報、続報が発表されました。関東地方と新潟県が追加されました。今、東京、渋谷のスタジオも揺れています。NHK では新しい情報が入り次第お伝えします。今、東京、渋谷のスタジオも強い揺れを感じています。また、現在、大津波警報が出ています。大津波警報が出ている間は、避難を続けてください。和歌山県と高知県で津波が観測されています。今すぐ可能な限り高いところへ逃げること。近くに高台がなければ高いビルの上か海岸から遠く離れたところへ逃げること。決して立ち止まったり引き返したりしないこと。